はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガッチャード34話感想いきましょう。っていうか来週もかぐや様編続くんだ。いやもう今週ぐらいでもお腹いっぱい感あるんだけど、ゴージャス。グランドジオーにレジェンダリーレジェンドのパーツがハマることでさらなるゴージャスで、35話、ゴージャスタイム、レジェンダリーは終わらないで、来週でやっと完結かな。一応今週でハンドレッドの敵側を倒したんだけど、実はハンドレッドには上位存在のボスが3体いて、そいつとのバトルを最後のこの35話でやる形なのかな。先週の最後の最後でゴージャスに登場して、で平成1系にどんどん仮面ライドして、そっからレジェンダリーレジェンドに変身したところで先週が終わって、今週はレジェンダリーレジェンドで大暴れして物語としては一区切りついたんだけど、ゴージャスタイムがすごいことになってるぞ。グランドジオに変身するかぐや様、そしてなぜかガッチャードと対決してる状態に、今週あれだね、かぐや様の日常が見られたというか、相変わらず超絶正義の味方で、自分がどんどんゴージャスになることで敵を引きつけて平行世界からの敵も倒しちゃうみたいな。ただ今回はかぐや様の世界じゃなくってガッチャードの世界だから自分が異物なんですよね。いかに世界からかぐや様っていう存在が浮いてるかだったりとか、あとは一般常識の通じなさとか、そういうのが描写されてるのがめちゃくちゃ良かった。要はゴージャスしか知らないから、それ以外の生き方を知らない、ある意味世間知らず的な感じのね。あとスパナとかぐや様の絡みとかが見れたのも個人的に良かったし、僕さゴールデンウィークに高輪でやってたガッチャフェスね、あれに行ってきてさ、まあ、真ん中の方のど後ろだったんだけど、双眼鏡持ってったから全然見れたんだけど、でもね最後の方でそうスパナとホータロウとリンネが目の前をね、お本当にもう何十センチか前を通ってって激興奮した。あとスパナの人めっちゃ面白いですね。すげえ MC でトーク回してたし、それもあってねちょっと僕の中であのスパナ熱が高いんだけど、いやよかった、めっちゃ面白かったわ。でもちびっこ向けなのに、ちびっこも多かったのに19時半開催21時半終わりっていうちびっこたちくったくたになってましたけどね。あのライブとヒーローショーとキャストのアクションとあとキャストトークショーか、もりもり2時間って感じでしたが、ちょ待って待って、なんかアークワンの怪人隊みたいな状態になってるじゃん。いろんな仮面ライダーの要素が入ってるとか、いやアークワンとさゼロツーの対決が見れただけで、もう今週は僕は大満足も大満足だったんですが、どういう状況？さすがにでもゴールデンウィークでエピソードを終わらせてくるかと思いきや来週まで行っちゃうか。でもちょっとガッチャードの話進めてほしい感はあるんだけどな。来週は無事に京都市歳月を撃退した宝太郎たち、しかしかぐやが今度は宝太郎を襲い始める。喧嘩にしては安すぎだ、一体その理由は。一方ハンドレッドも最終攻撃態勢に、終末時計が特許を刻み始めた。その計り知れない威力の前に宝太郎とかぐやが起こす行動とは。で、まあ、今週すごいシンプルで、かぐや様がゴージャスタイムで歳月を撃破して、で変身解除して久しぶりだな宝太郎って言ったら、宝太郎が誰みたいな、でなんで覚えてないのっていうところから、まあ宝太郎が要は元の世界に戻るときにオーロラカーテンの不具合があって、それによって記憶の一部が消えてしまって、すっぽりかぐや様のことというかあの世界で起こったことを忘れてしまってたと。でまあまあそれがかぐや様はショックで、友人っぽい関係を築いたのに覚えてないんだみたいな、まあ結局はなんか VR ゴーグルみたいなのを装着させて思い出して事なきを得たんだけど、まあ結局自分が忘れ去られてたことをかぐや様はちょっと引っかかってて、ちょっとムッとしてたみたいな。宝太郎の世界で好き勝手してたんだけど、まあ宝太郎そこにバトラーが入ってちょっと寂しかったんじゃないのみたいな。で宝太郎が謝りに行って、でより二人の関係が良くなったところで歳月がアークドライバーを持ち出してきて、アークワンっていうかアークゼロか、でもそのままアークワンにも変身してましたよね。二人のゴージャスな力の前にもうこの状態とかすげえんだけど、ていうか画像はないけどホッパーワンもゴージャス変身して、ああいう風にケミーを使うこともできるんだね、レジェンダリーレジェンドで。ていうかこうやって見てもプラチナガッチャードほんと造形かっこいいよな。まあ結局二人の前では全然歯が立たず、あっという間に撃破され、次こそはって言うんだけど上位存在に切られて歳月退場と。ただその上位存在がその終末時計24時間だったっけ、
もうこの世界は終わるみたいな時を持ち出して今週が終了でしたが、内容としてはお祭り会そのまままた継続って感じなんだけど、ゴールデンウィークだからゴージャスウィークね、ガッチャンコフェスティバルにお越しいただき皆様もありがとうございました。いやもうすごかったっすね。チケットもあれでしょ、即完売でしょ。そんなゴージャスウィークの何恥じぬゴージャスバトルを今回も用意しつつ、今週お送りした仮面ライダー02VS アークワンもどうしてもやりたいことの一つでした。いやこれはマジね熱かったね。アークゼロからアークワンへの強化変身も、あそっか本邦初公開か、あれデラックス変身ベルトだとできるんだよね。あすげえ、そっかちょっと見返そう。ゼロワンの時はコロナ禍のため予定を変更しお届けすることができなかった幻の対決。アークワンってもともとアルトが変身する予定じゃなかったんだよね。だから 02VS アークワンっていう構図はあったはずなんだけど、そもそもの脚本にはそれが変更されてたと。でもねそのおかげであの神クライマックスが展開されたってことで、あれは怪我の巧妙ですよね。いや本当にあのこの先が読めないクライマックスはねめちゃくちゃ感情移入して面白かったんで、ただ今回はそれのリベンジ的な意味合いもあったんだ。レジェンド編は来週まで続きますが、ぜひご注目いただきたいのは冥国王ギギスト。すっかり影が薄いんだけど、ラスボスのはずなんだけどね、ハンドレッドの襲撃と復活のタイミングが揃ってしまい、なんだか影が薄くなってしまったギギスト様ですが、むしろそれは好都合だった様子。33話まさかな、34話これは何かを探している。さて35話では一体何をつぶやくのか。仮面ライダーガチャとの今後を大きく動かしていくギリスト様の一言にもぜひご期待ください。だってでかぐや様がゴージャスに変身なんだけど、かぐや様がさいろんなキャラクターのセリフをゴージャスにもじってる感じが良かったね。ゴージャスに実験を始めようみたいな。カジバトラー逆にカジキにびっくりしてましたね、かぐや様も。そしてダブル変身からのほんと金ピカディケイドだな。今週のタイトルがオンリーワンゴージャスにツーズ、あーそういうことか、アークワンゼロツーとか、あそういうことね。そのツーのところをすごいサブタイトル強調しててなんだろうと思ったけど、そうかワンとツーでワンとツーになってんのか、うまいこと考えられてるな。そうガッチャフェスでもそんなこと考えて撮影してるのみたいなことがあって、スパナーがバラバラドに覚醒した後に、まあ、結局京香さんのところに戻るんだけど、あれ京香さんと最後チェスやるじゃん。あのチェスが有名な女性、そのチェスをやる人の盤面を再現してて、まあ、あのままあの京香さんがちゃんと勝ってるような盤面になってたりとか、あとは京香さんのラボは過去編だと骸骨がなくって標本が現在だとあるっていうセットになってて、なのでその人骨は本当に標本なのかみたいな、グリオン様の反乱時の犠牲者が研究で使われたんじゃないかみたいなのがなんとなく見え隠れできるような細かいセット変更とかがあるらしくって、まあ、そういうのを読み取るとよりガッチャドも面白いよみたいな感じでスパナーの中の人が言ってて、スパナーが言っててマジでそんなことまで考えてあんのと思って、個人的に見たかったスパナーとかぐや様の絡みが見られて大満足。あれなんだね、やっぱスパナーもかぐや様によって振り回されちゃうんだね。あービルドジェーニアスのゴージャスバージョン、レジェンダリーレジェンドバージョンね、完全無欠のボトル野郎で、さらにかぐや様がカードを貸して宝太郎をゴージャスにしてたけどそこがファイヤー化してるっていう、エクシドマイティもファイヤー化、そしてレジェンダリーレジェンド、これで正式な遊び方も分かったのでちゃんと劇中再現できるかはちょっとおもちゃでまた試してみたいなっていうのと、コンプリートフォームにゴージャス変身したからライダー最強フォームのライダーを召喚できるっていうね、で同じポーズをとってこれもディケイドまんますよね。しかもちゃんとここのライダーカードが電王になってるのも素晴らしいと思います。で縄田さんが演じる02ということで、まあご本人と、相変わらず足長えな。お祭り騒ぎでガッチャードのエピソードとしては浮いてる感はあるけど、来週も続くってことですね。多分来週でいよいよ終わりかな。そう僕ねデイワン見に行ったからガッチャフェス、冥国チームが来ててさ、クロトーとラケシスとグリオン様、
いや3人ともめちゃくちゃ良かったわ。てかラキシスがめっちゃ喋ってて、僕デイワンを買ったのはラキシスを見に行きたかったからだったから、すげえ満足だった。生変身とかも見れたしさ、しかもちゃんとチュッてやってね、素晴らしかったな。スパナーもすごくサービス精神旺盛で、あの去年のギーツの桜井慶和を思い出す。あの人もさ、いろんなイベントでさ、劇中では見られなかったいろんなシーンをやってくれて、毎度は最高って感じだったけど、スパナがねそんな感じでしたね。いや、いいイベントだった。バンダイキャンディースタッフブログは相変わらずライダーフィギュアの更新とかはありませんね。あ、そういえばゴールデンウィーク中だけど、おもちゃはあれだっけ。あ、全然更新されてないか。どんなおもちゃが出るかはまだ正式な情報が来てないので、まあ、ゴールデンウィーク明けかなにまた確認しましょう。では仮面ライダーウェブのリンクは貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上ガッチャード34話の感想動画でした。